ッチゴッチ、星3。ダメ魔女なヒロインの人族のメスと、真面目でツッコミ役の鬼を祖先にも使い力のオスのラブコメディ。前半からの桃太郎や竜宮城を使った笑いのセンスだったり、牛と虎の血を引く主人公のもしもダメ魔女のヒロインに逆らったら、お前は牛とも虎ともつかないよくわからない生物に姿を変えられるだろうといった絵柄のセリフに出ている。して殺して。というギャグセンスがアホほど面白く、こちらを全力で笑い殺ししようとしてきます。一番初めに読み切りのボボボボボボボを読んだ時と同じくらい勢いのあるギャグ漫画でしばらく面白いギャグ漫画を読んでいなかったおまんじゅうとしては久々にこんなに面白いギャグ漫画を読みました。何よりもジャンプ漫画だということをいいことに、ゴンさんだったり無限城だったり有名漫画をやりたい放題使う部分は幕張を彷彿するような作品であり、幕張よりも下品さもないので全年齢向け。ラブコメディなのですが、ラブ要素が全てギャグで包み込んでいるので愛だとか恋だとか数値にできないものが苦手なおまんじゅうたちにも好意的に受け入れることができるくらい素晴らしいギャグ漫画に仕上がっております。この人の前の漫画の彼方のアトラスはおまんじゅう肌が立つくらい門芸面白い漫画で、シリアスものからギャグ漫画まで品質の高い漫画を量産できる才能の塊のような人。大変おすすめ。